トルテッリーには薄く伸ばした正方形の生地にラビオリのように詰め物をしてそれを三角形に折り両端を合わせて指輪状にしたパスタである。詰め物の基本的な材料は豚ロース肉、生ハム、ボローニャのモルタデッラ、パルミジャーノレッジャーノ、卵、ナツメグ。また前述材料の肉類はすべて細かく刻むかミンチにする。トルテリーには オンドリと牛で作ったブイヨンスープの中に入れて食べるのが伝統的。トルテッリーにはもともとはイタリアのボローニャから広まったものとされている。ボローニャでは1974年12月7日、商工会議所によりイタリア料理アカデミーにボローニャ料理として登録されている。ボローニャでは典型的な日曜日のメニューとして知られている。 オンドリとお牛のスープでいただくトルテッリーニのレシピもそこに合わせて明記されている。このトルテッリーニインブロードはクリスマスの定番メニューにもなっている。言い伝えによればローマ神話の愛の女神ビーナスはトルテッリーニが大好物だったという。ビーナスはギリシア神話でいうアフロディーテにあたる。ビーナスがある時ボローニャの食堂にやってきた。彼女がそこで ジュピターと会う予定だったのか、その食堂の主人が、おもてなしのために招いたのかは、定かではない。いずれにせよ、料理長は、言い伝えによれば、鍵穴から、こっそりとビーナスが取ルテッリーニを食べて、お腹がいっぱいになっていく様を覗き見して、その美しさに感嘆したという。海底西洋料理料理接遇サービス技法、職業訓練教材研究会2009年、P29。 エビ坂ケ氏は、パリからの旅1989-1991。今、ヨーロッパは、中央公論者1992年、P69 で、イタリア風餃子と評している。マッシュルームモッツァレラとオトリニー。アンサーラップ、2012年2月18日へ閲覧。期限については、ボローニャとモデナの間で論争があるとのこと。 後日のヴィーナスの話もこれに絡んだ交渉と思われる。ヴィーナスの話は英語版、ドイツ語版にはあるものの、イタリア語版には記載がない。出典も不明。ありがとうございます。